ガ木通り岩木造は、新潟県の商店街などで見られる雪よけの屋根のことであるアーケードに類似している。一般に、ガ木と呼ばれる秋田県や青森県津軽地方にも、商店予と呼ばれる同様のものがある。小店、日本海側の都市において、積雪期においても通りを往来できるように、開発されたもので、連なった民家や商店街の店がの木を延長して日差しを、 道路側に突き出すような格好とする方式や、岩儀の上にせり出した2階部分を持つ方式など、様々な形態がある。岩儀の名の由来は、狩りが群れをなして空を飛んでいるように似ていることから、名付けられたものである。従来はその名の通り木星が大半を占めたが、最近は鉄骨作りや RC 作りなども出てきた。豪雪地で考案された岩儀の特徴は、 積雪期の道路の交通障害を回避し、積雪時においても生活路が確保できる長所がある。一方で、最高性が悪いという短所がある。岩木の下は、公道ではなく、私有地であり、その地権者は、地域の共有財産だとして、無償で敷地を提供して、第三者の利便のため交通利用させている。津川では1610年の津川大化後の復興時に、整備されたと言われており、 現地には、岩儀発祥の地の石踏みがある。また、高田城下や長岡城下では、江戸時代初頭の城下町建設時に整備されたと伝えられており、街道筋や商人町、職人町などの町屋がの木を連ねたところに作られて、冬場の生活を確保していた。近年は、除雪作業の機械化により岩儀の存在意義も薄れており、また商店街の衰退により岩儀の維持。 保存もおぼつかない状態となっている例も目立つ。加えて、モータリゼーションの進行した現代においては、路肩幅を確保できず路上駐車によって通行が阻害される、歩道横断時における、視認性を悪化させるという負の側面もあり、所有者にとっては、車の出し入れをしにくいという理由から撤去が相次いでいる。こうした状況から、青森県黒石など、古い町筋の景観を守るために、 町づくりの一環として、これらの保存、維持を進めている自治体もある。例えば、上越市の場合、岩木通りの町並みを残しつつ一部の都市機能を周囲に移動し、公共交通や公共駐車場の利用を推進することで歩行者に優しい町づくりを目指すという方向のマスタープランを策定しているほか、2004年からは、上越市岩木整備支援制度の取り組みが行われている。なお、 商店街に見られるアーケードは、ガンギにヒントを得て誕生したと言われる。また、ガンギがアーケードに置き換えられるパターンも多く見られる。1966年から1985年にかけての氏家による調査により、新潟県34都市、青森、岩手、秋田、福島、長野、鳥取の各県の12都市におけるガンギ通りの存在が明らかにされた。 しかしその後縮小が進み、2007年から2008年の調査では、新潟県21都市と長野県飯山市、青森県黒石のみとなった。高田の岩木通りの延長は、最盛期には 17.9km、県村でも 13km 超と、いずれも日本一の長さである。2007年から2008年の調査時点での延長としては、ついで、長岡、土地が長い。 ありがとうございます。